私作詞家岡潤は今日は田川利美の「白手についてワンポイント解説をしたいと思いますこの作品「白手これは辞書で調べると「秋」という言葉なんですねそしてこの歌詞をよく見てみるとある女性がある男性と 巡り合ってそして恋に落ちてそしてその恋がずっとずっと続きますようにというそういう作品なんですね。この女性、まあ、年齢はですね実はちょっとこれあの若いめの方がいいと思うんですね。 例えば、まあ、20代後半から30代前半の女性。そして、今まで恋をしたかったけども、できなかった。縁がなかった。という女性。そして、これは単なる恋ではなく、その人と、その男性と添い遂げたい。 そう思うそのような男性と初めて出会ったただ恋通常この場合はやはりある意味前向きもしくは楽しい嬉しいワクワクするそういう風なものですので 季節的にはやはり春から夏にかけて、まあ、そういうのをイメージしながら、まあ、作品として詩を紡いでいくというのはこれは一般的には考えられるんですけどもこれ出てくる白秋いわゆる秋秋から冬それはどうしても冬に向かっていくその季節わびしい 寂しいつらいなんとなく不安そうなんですねこれは実はこの女性においてがこの男性と添い遂げたいと願うんですけどもどっかにこの恋が終わるんじゃないかなという不安それがあるんですねそしてこの恋を 終わらせたくないずっと一緒にあなたといたいそういう気持ちこれをどう表現するのかそれがポイントになるんですねそこでやはりこの曲をより味わい深く歌うためにはズバリ2番すなわち今まで一人ぼっちだった というその寂しさそれをどう歌うのかそして一番であなたに出会ったそのそしてそれが恋に落ちたそれをどのように歌うのかそしてその根底にある別れたくない でも、なんとなく不安である。その気持ちをどう表現するのか。これは、今の現代の若い人たちにとってはなかなか難しいかもしれないですね。意外と今 SNS が発達して、意外と濃い。それ自体がある意味軽いかもしれないですね。でも、この女性にとっては、 この恋はもしかして人生で最初で最後に陥った恋かもしれないそのような気持ちをどう表現するのかこの歌を味わい深く歌うポイントはすなわち題名にある「拍手これが「秋」である「秋」とはどういうものなのか それをイメージしながらその出会った男性に恋に落ちた時のその不安その気持ちをどのように表現しつつでもこの恋を成就させたいという気持ちをしっかりと 表して歌うこれがこの歌を味わい深く歌うポイントになります。